一つの靴をみんなで作り上げるっていうのが、まあ一番の特徴だと思います。でその中で新しいもの、今までにないような靴に使われてないような素材、そういうものを取り入れながら新しい靴を作ると、靴ってこういうふうに作るんですよというところをまず見ていただきたい。これだけ手間をかけて作っています、一足一足手作りですというところをお伝えして、でそれを皆さん工場見学の中で実際見ていただいて、でそれを納得していただいた上でまた靴を購入していただけるという形になっています。ぜひ来ていただいて、工場を見ていただきたいと思います。最終的に履いていただけるお客様の顔を見ながら作るということが一番大事だと思ってますので、履いた後喜んでいただけるというところを頭に浮かべながら、こういうふうにした方が皆さんに履いていただけるんじゃないかというところを考えながら作っています。本当に靴になるのもう自分が抜いたところで左右されちゃうので、そこが楽しいところでもあるし、難しいところでもあるんですけど、どうしても伸びやすい伸びにくいっていう部分があるので、その機械での調整もそうなんですが、手で引くときにしっかり革の状態を見てどれだけ引いていいか、どこを引くかっていうのを考えながら作っています。2つあって一足なので、左右対称に色が合うように塗るのがに気を使ってます。決して同じものができないっていうところを、なるべく同じように寄せていくっていうところに楽しみを感じて作っています。新しい仕事とか、自分が例えば経験したことない仕事を新しく覚えることによって、難しい仕事にチャレンジできるっていう環境ではありますし、今までできなかったことができるようになって、もっと難しい作業、手間をかけた凝った作業とかができるようになってくるところが仕事をしていて面白いところだと思います。お客様のためにいい靴を提供できるようなやりがいがある会社です。靴が好きな人が集まってるなというふうには思ってます。この色付けもそうなんだけど、よその会社ではやってないようなことをこの工場ではやっているので、自分の作ったものがお客様の手に渡って、喜んでもらえる、そういった靴を作っていけるように頑張っていきたいと思います。また履きたいなっていう気持ちになってくれれば一番いいと思います。皆さんそれぞれのこだわりがあって、その自分たちで、やらなきゃいけないところを責任持ってやっているっていうのは僕らの誇りかなと思ってます。